貸しをくれないといたずらしちゃうぞ。ゾンビから解放されますので編成はこちら。魔法少女としてはいまいちだが赤い敵には結構使えるんだよな。レベルは20以下を選択。厄介な敵が出てきますが、これだけ準備すれば大丈夫。大狂乱の猫を出して足止め。アッパ移速します。国尾くんがいますが吸収でない限り使わなくても対処できます。形態によって使い分けが効くんだが第二形態を推奨するぜ。理由はレベルが低すぎるからなんだけどな。敵の先方がやってきたら少数で迎え撃ちます。資金が必要なため出費を抑えて、イノシャシが出てきたら壁を出しつつお城の準備。大狂乱の島だがイノシャシの攻撃一発でヒットバック。熱砲強いのにこれはあんまりだな。そして今回の妨害役の京子ちゃんに出てもらいます。ヒットバックで下がりながら攻撃もしますが、敵にもヒットバックしていただきます。あんまり押しすぎるとギャラクシーに接近してしまうんだが。でも攻撃するにはお城の射程に入っていただかないと無理。攻撃力低下に成功したら大狂乱の島は2倍長持ちします。2種類のうちどっちかが発動すれば対処できるんだな。白ガルを出したらボンバーも出します。イノワールが接近するまでに前線に妨害役を配備。今のところ理想形ではあるが、正直ないものねだりしたいところだな。イノシャシ撃破、枠数は決まってるので種類は限られてきますが、ギャラクシーがいるんだからメガロ使えばいいじゃん。って思うかもしれませんが例のやつとか厄介な取り巻きが多いので波動が打てる白ガル。やられても立て直せる順番に出していったので再生産は間に合います。出す順番って大事なんだな。イノワールも倒したから出し続けるだけだな。数出しでスマートではありませんが、レベル制限の都合上やむを得ません。このまま押して終わりだな。攻撃力がないため押し合いへし合い。眼中の敵は排除したので、無限枠の敵を倒しながら城に接近。もういつも通りの後始末のお時間です。この時間ばかりは波動も劣化も役には立たないぜ。純粋な攻撃力が欲しいところですが、所詮ないものねだりです。今後キャラを増やして攻略難易度を下げたいところ、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。消化しながら撮影もしていきます。できるだけ早めにレジェンド制覇しておきたいところだな。